のユーモア大賞表彰式をただいまから始めさせていただきます。司会の小松澄子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。このユーモア大賞というのが始まりましたのは、戦後間もない日本がまだしょんぼりして暗い時期だったそうです。世の中を少しでも明るく、そして明るい日を灯してくださった方に賞を差し上げようという、そういう趣旨で始まったそうでございます。賞は平成と一回一回回を積み重ねてまいりまして、そして令和初めての今日は表彰式でございます。さあ、今日はどんな方が受賞なさいますでしょうか。それではまずは、ユーモアクラブ三藤明子会長より皆様にご挨拶申し上げます。皆様こんばんは、三藤明子でございます。もうね、12月になって、もうこのところ本当にめっきりこの寒くなってます。会長がご挨拶の中に言われましたように、笑い、ユーモア、そういうものを体の中に入れてると元気になるということが実証された人間でございます。なぜそんなこと言えるかって言ったら、私は障害者です。今初めて公表しますけど、19歳の時に肺結核を患って、当時は戦後栄養分がない時に肺結核になる人が多かったんです。祖母の駅前で仮決して病院に担がれて、入って1年と1ヶ月で退院するまでの間に片っぽの骨がなくなったんです。大村公は元気はつらつで売ったけど、本当は片っぽの骨がないんです。障害者です。障害者で今この11月の1日で88歳になったんです。本当ね、どこの会場に行っても88って言ったらね、皆さん手をたたいてくださるんですよ。長生きの象徴みたいなのですよ、米寿ってね。本来はお医者さんは、手術したお医者さんは40で死ぬぞお前はって言われてたんです。40を超えて倍って、前のまだ8歳って言うんです。これなぜ振られたんですよ。頭も目も耳も髪の毛も、髪の毛なんかでもどんどん抜けてたんですよ。その抜けなくなったんです。歯なんか皆さん見せますけど、後で見てください。全部自分の歯ですよ。一本も抜けてません。これはなんでなったかって言ったら、やっぱり体はユーモアを体に乗せようと思って、今日もユーモアクラブの理事をさせていただいてる。特に足先が引きずって歩くんです。年いったら役者だから見ててください。どうなるか、膝が曲がってくる、顔が曲がってくる、首が曲がってくる、歩き方はこうなんです。ひどくなってくるとつま先だけで歩くんです。だから結末するんです。これでこの1週間で僕の友達が3人怪我しました。顔、頭、ほとんど頭です。おやじさん、顔なんかやったらえらいことですよ。元気なうちはみんな手をつくんですよ。若い時は手をつくんです。顔から行くんです。だから元気な体を持とうと思ったら、下半身家でも鍛えてください。スクワットっていうこれ安いもんです。覚えて帰ってください。肩幅に開けて、これが平らになるまでお尻を下ろすんです。お家帰ってやってください。10回目ぐらいでみんなギブアップします。それ20回やるんでした。それでは令和元年度のユーモア大賞受賞者お三人を発表いたします。まずお一人目はこの方です。俳優タレントとしてご活躍の笹野隆さん、どうぞ。笹野さんもあの筋肉ムキムキは嘘だと聞いてくれますけど、ユーモア大賞用に
ださったという片方は男性の、そして片方は女性の全身といいますか、素晴らしい。それでは笹野さんからここで一言お喜びのお言葉を頂戴したいと思うんですけど、はい、よろしくお願いいたします。失礼いたしました。木村拓哉と申します。あ、間違えなかった。笹野隆と申します。本日はかように立派な賞を頂戴することができまして、非常に嬉しく思っています。女優の草笛光子さんです。どうぞ。ユーモア賞などと言いますと、お話が上手じゃなきゃいけないんじゃないでしょうか。皆さん本当にお上手な方ばかりなのに、私はその台本を覚えるだけ精一杯でして、自分の言葉でしゃべるということがあまりありませんので、こういう席ですとちょっと足がこう震えるような感じです。でももうユーモアって言葉は私は、面白いとかなんかそういうのではなくて、とても憧れてた言葉です。ユーモアのある人とかって言うと、あ、そう私も言われたいなと思う言葉でした。それをいただけたんで本当にびっくりしているんですが、もう女優を始めてから70年になりました。言葉のようなワクワクいたしますけど、それでは、ユーモア大賞お三人目の方をご紹介いたします。3人目の方はこの方です。キャスターそしてタレントでもいらっしゃいます、古舘伊知郎さん、どうぞ。なるべく凝縮した形にしようと思うんですけど、改めまして皆様方、本当にようこそ桜を見る会にお越しいただきました。あんまりしっかり言ってる。僕もね、こうやって久々に賞なんていうものをいただいて、先ほど笹野さんがおっしゃっていたようにですね、感激ひとしおだったら正直その通りなんですよね。でも同時になんかこうやって皆さん方のお顔を勝手ながら拝見させていただいてますと、懐かしいっつったら変なんですけども、昔から知ってるなんかこうお世話になってる方を見るのでとても嬉しいんですよ。例えば高須先生はね、僕がテレビ朝日の局のアナウンサーですから、今65ですから、そうだからちょうど40年ぐらい前、局アナでリポーターで赤坂に高須クリニックがあったところに取材に行かせてもらって、それからのお付き合いなんですよ。だから高須クリニックって言ったら今もう全国でも名古屋も東京もすごいじゃないですかね。でもコマーシャルに至っちゃもうアブダビとかもうドバイとかアラブ方向行っちゃってね、で西原さん意味もなくワイショット来ますからね、コマーシャルなんだ。でもいろんな流れがある中で、まだその時はね、高橋先生そんなに大きくなかったんですよ。でそこで今でも覚えてますよ、高橋先生にね、まあ僕こんな顔なんで、その当時もうものすごいビッグアイドルだったのが郷ひろみさんですよ。ちょっとふざけて郷ひろみみたいな顔にしてもらえませんかって言ったんですよ。そしたらその当時のコンピューターみたいなものをパッ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 って高須先生駆使して僕の顔をベースにして郷ひろみの顔に作り替えてくれて、40分ぐらいかかるかなってたんですよ。そんなわけないんだけど可能ですよって言ったんですよ。僕本当にそれから大変な時が流れて、その高須先生のご活躍を考えると、あの時言ったことは大腹じゃなかったってことを思うんですよね。だからなんか懐かしさを含めて、例えば大村コンさんだったら本当ちっちゃい頃バンドハンドで一度見てたわけですし、で30年ぐらい前にバリトンで偶然お会いしたんですよね。そう、その時もいろんなお話をさせていただいてありがとうございます。あの時ものすごい小さかったうちの子供もちゃんともう子供ができて、僕もおじいさんなんですよ。だからもうあっという間に時って流れますね。ねえ、なんかこうあるじゃないですか、歌が思い出に寄り添い、思い出は歌に語りかけ、そのようにして歳月は静かに過ぎていきます。こんばんは NHK 日本のメロディーとね、そういうのをいい加減コマーシャル入れろって。どうもすいません、ありがとうございました。皆
りくださってありがとうございます。そしてまたもう受賞者の方が私の憧れの方ばっかりなので、もうちょっとドキドキして何も今日面白いことは言えないので、簡単に乾杯の音頭を取らせていただきます。皆さんもご賞はいただけるかと思います。これからお集まりのこの皆様やユーモアクラブのご健勝、ますますのご発展を祈念いたしまして、乾杯。